はいどうも、ショイティーブです。岩井です。そして高橋です。スクルです。ミロです。岩谷です。原です。ありがとうございます。さあ、もうオープニング慣れてきましたね、皆さん大丈夫ですね。本日は先日撮影しました、あのロンティ対決、あの偽企画です。あれで、まあ今回優勝しました岩谷さん、まあこれが本当の対決ということで、今日ロンティガチの M 級で僕とガチンコ対決、はい、これで勝った場合はアクセフをプレゼントします。意気込みは得意ですか、ロンティとか。ロンティ飛ばすのは割と自信あります。おお、これは大丈夫ですか。両兵的にはどうですか。いやー、あのさっきのスイング見てても綺麗だったので、うん、唯一かなう人が出てくるんじゃないかと今んとこ飛ばすんで。そう、今んとこね、アマチュアにはまだ負けてないですよ、ね、今回センターに打とうと思ってます。まあ一番飛んだ距離にしましょうか。で、超えちゃったらもう超えたが一番上、OK、超えたっていうのが一番上で、超えなければその距離で競っていくという感じで、アクセフベルガードゲットできるのか挑戦していただきましょう。それではやっていきましょう。ゴー、ライガース。おわ、すげえ。あれあれ、打球いいやばくない。よよし、おお、あれ、はい、滞空時間がすげえ長い。よーし、おー、いったー、いったな。どう、おお、伸びない。1、2、あー、1、2、おお、来たー。うわー、いいとこ。あと4つ。はい、はい、チャンス。1、2、あっ、1、2、あー、いった。どう、どうすか。1、2、ごめんなさい。ラスト、さあラストいきますよ。ラスト、チャンス。さあ、先行きましょう。1、2、来た。どう、さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ナイマッチ。さあ、ボール取りましょう。よし、行きます。あ、超詰まった今。あ、超詰まってる。止まってるね。もうちょい外側に沈黙が。沈黙がすごい。あ、ダメだラストです。あああ終わった。カン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 。
とうございました。ありがとうございました。さあ、いや結構いい勝負だった。いい勝負ですよね、いい勝負ですよね。ちょっと、はい、俺去年の年か最初のイメージをしたんですけど、バッティングの、はい、全然イメージ通りいかなくて、なんか下半身が安定しなかった。ちょっと久しぶりのロングティーで、ね、もうですか、クソ飛ばしましたね。いや全然すごい、すごい楽しかった。本当ですか、ありがとうございます。協力してくれましたこの皆さん。さあどういう反応が来るか。さあ彼らはもう知っています。はい、飛んだほどっちか。いや欲しいな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どっちが飛ばしたかちょっと俺らは分かってないんで。まだ分かってないんですよ俺ら。え、あ分かっちゃってる。置きっぱになってる。ってことはこれはどっちが飛ばしたかっていうと翔平さんですね。マジっすか、イエーイ。もうなんか10球目ぐらいまではこれ負けてんじゃないよって。マジっすか、ずっと擦ってたんで。いつも翔平さんじゃないなと思ったらいきなり一発だけ飛んでくるんだけど。あそこっすか。これすごい、いいですね。ギリギリ、あ、超えたんすかこれ。あ、超えたんだ。ギリギリっすね。でも本当これギリギリの戦いでしたね、本当。あまり差が、あまり差はないっすよね、正直ね。スイング良くて、ね、パワフルでした。久しぶりにロンティやったらしいんで。俺いつもやってるんで。佐々木にはね、あれですけど。はい、というわけで今回はギリギリ翔平 TV の勝ちということで。いや、これマジで俺負けると思ったから。やばい、なんかやべやべ言ってましたよね。そう、本当やばかったんですけど、まあギリ勝つということです。はい、皆さんでまた、一緒に野球やりたいと思います。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた綺麗。